どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。今回のテーマソングはですね、キングコングの西野さんが、手掛けておられる、絵本っていうんですかね、煙突町のプペル、こちらのテーマソングをこのちっちゃなウクレレで超簡単バージョンにアレンジしてやってみたいと思います。これはですね、コード4つにまで落とし込んだ超シンプルバージョンと、後半ではかっこいいバージョン2バージョンを今からお届けしようと思います。はい、まずウクレレ興味あるけどなかなか やりたいけど私にできるかなとか、そんな方きっと多いと思うんですけれども、ウクレレってですね、奥は深いですけれども、あの初心者の人にもすごく優しいんですよ。で、今から何か楽器とか音楽を始めようと思われている方はですね、ウクレレおすすめします。なんせ小さいし安いし、あのコードもね、弦が4つしかないから、あの覚えるのが比較的簡単なんですよね。なんでぜひ、始めてみてもらいたいんですけど、音楽やるのはいいですよ。はい、どうしたら始められるか、はい、私の YouTube を、あの順番に沿ってあの見ていただくと分かるぞっていうところがありますので、ここにリンク貼っておきます。クリックしてください。クリックカシッ。はい、こちらの方の初心者レッスンの方から、見てみてください。そこにはね、300曲以上のレッスン動画、こういった動画も上がってますんでね、ぜひ行ってみてくださいね。入ってらっしゃい。はい、それでは煙突町とプペル、まずはですね、最初は超簡単バージョンでやってみようと思います。後半はね、ちょっとかっこいいバージョンでやってみるんですけど、2バージョンやりますからね、途中で解説などします。で、短めのちょっとショートカットバージョンなんですけど、全部やりたい方は途中でもあの言いますけど、自分で紙に書き出して自分だけのオリジナル歌本を作ってください。煙突町のプペル、このこちらの曲ですけどね、3拍子なんですよ。ダン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 、第123、123っていうリズムなんですよね。で、初心者バージョンの方ではですね、あんまり意識しなくてもできるようになってるんですけど、あのワンブロックで1、2とゆっくり弾けば、あの数が合うようになってますんで、初心者バージョンの人はあんまり気にしなくてもいいと思います。後半の人はね、あのまた弾くときに見れば分かると思うんです。3つずつ弾いてますから、初心者バージョンの人はあのワンブロック、スラッシュとスラッシュの間に2回ずつ覚えておいてください。それではですね、まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。こちらはイントロなし の歌だけで真っ向勝負という感じでやってみようと思いますんで、ではご覧ください。ハロウィンの夜にやってきた、体がゴミのゴミ人間、煙突町は大騒ぎ、ひどい匂いさ、臭い臭いと囁されて、君は外に弾かれる、ぼっちのゴミ人間だけど、どうだ、ゴミの体のその奥には綺麗なハートがある、ご覧、体の汚れなんて洗えばこの通り、君はとても素敵、ハロ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 ウィンプペプププペル、心優しいゴミ人間、ハロ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 ウィンプペプププペル、君は僕の友達、ハロ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 ウィンプペプププペル、奇跡が近づいてる、ハロ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 ウィンプペプププペル、煙突町の物語。じゃじゃん、超シンプル簡単バージョンやってみました。コード4つだけにしてしまいました。はい、本当はね、もっとあのもうちょっとコード数出てくるんですけど、今のあの初心者様がすぐ弾けるように、アレンジしましたので、あの今の4つのコードだとですね、さっきリンクはここって言ったところの初心者のところの 1,2 ぐらいでもうできちゃう
コードなんですよ。まあひとまずね、さっきも言ったんですけど、フルでやりたい方はこのテロップと同時に弾くのもいいんですけどね、やっぱりノートに書き出して自分だけが分かる秘密の歌本を作成すると、ノート一冊で歌えるようになりますから、 YouTube だけ見てると YouTube と一緒じゃないと歌えなくなっちゃいますからね、これを書くのをおすすめします。その時には参考になるように私のメモ書きノートを見ていただきます。はい、いつものことなんですけど、これから今後やる、これこの後にあるかっこいいバージョンと一緒のノートになっちゃいますんでね、ちょっといろいろ増えてるんですけど、イントロは今やらなかったんですけど後でやります。でこの赤く書いてあるコードあるじゃないですか、これがですね今やったシンプルバージョンに置き換えたコードなんです。なのでシンプル、今やったバージョンでメモりたい人はこの赤いとこ、この Em7 じゃなくて赤で G7、 こういう風に見てください。ここも Dm の代わりに F を置き換えました。はい、それでもね、ウクレレ弦が4本なんで、なんとなくね、このいけちゃうっていうか、違和感なく歌が進行していきます。じゃあ一回一時停止しながらちょっとメモってくださいね。じゃあここまでね、まずは、はいはい、その次じゃあこっからこの辺まで行こうか。はい、それで最後の心、はい、こんな感じですね。でさっきも言ったんですけど、ここにちょっと定し書きが書いてあるんですけど、これは後半のバージョンで、ここのワンブロック、普段だったらこのワンブロックで4回弾いてくださいってことになってるんですけど、この曲3拍子なんで、だん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 、要はここにね細かく言って6回入るんですよ。ここに書いてあります、ワンブロック6回弾いてくださいっていうふうに正し書きがあります。123123123123なんですけど、今やったシンプル簡単バージョンは、初心者さんでもできるように、タン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 、つまりジャーン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 とワンブロックで2回弾くことになってます。ワンブロックで2回だから、ハロウィンの夜にやってきた体がゴミのゴミ人間、このようにワンブロック2回ずつ弾きます。でワンブロックにコードが2個あるところはどうするか、1個ずつです。煙突町は大騒ぎ FG7CC、 こういう風に言ってくださいね。そしたら結構歌がね3拍子なんで、それでも十分3拍子の雰囲気が出せますんで、はい、そういう風に見てください。特に難しいことはないですけど、やっぱ歌の歌い回しにちょっとね、やっぱ3拍子なんで特徴があると思うんですけど、まあ、歌詞の内容も中ですごいインパクトがあるっていうか、なんか心に何ていうのかな、訴えかけるものがなんかあるんで、まあでこの曲キングコングの西野さんが作られた曲みたいすごいですよね。なんかびっくりしちゃいました。はい、いい曲だと思います。そして、出てくるコード、まずね今やったシンプルバージョンはなんとこれで4つだけです。 C と F と Am G7、 やったー、これ嬉しいやつです。C と F と Am と G7、 これはね本当に超入門コードなんで、これで例えばこの煙突町のプペル、絵本が好きになったお子さんとかと、お父さんとお母さんと一緒に今のバージョンだったら歌えると思いますんで、ぜひやってみてくださいね。はい、でまあコードの解説するまでもないと思うんですけども、一応 C と F と Am と G7 でも本当に入門コードですんで、あえて解説はしないようにしましょう。はい、まあまあこの見方わかんない人はね、さっきリンクはここっていうところから見ていってくださいね。とにかくこれは本当にすぐできるコードだと思いますので。ではここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思います。まずですね、さっき言ったんですけど、ワンブロックに6回ってここに書いてあったでしょ。はい。つまりここで、じゃんじゃんじゃん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 って3つずつ2回、6回刻む。まずこの弾き方をやるんですよ。そうすると、ハロウィンの夜にやってきた。こんな風に進んでいきます。これがまず基本のビートにありまして、で、あとはそうだな、コードがちょっとやっぱり、もうちょっと、表現力豊かに Dm と Em7 を追加しましょう。 Dm 分かりますかね。 Dm いつも言ってるんですけど、 F に Dm と F はね親戚なんです。見ててくださいね。これですよ。 F は Dm のこの部分を消すと全く一緒です。つまり F に1個足したら Dm になりますから、そうやって考えると気が楽です。あと Em7、これもね G7 の兄弟分ですからね。 G7 見てください。これ G7 と Em7 でしょ。 G7 のここを隠してしまうと Em と一緒な、 Em7 と一緒になっちゃうんですよ。なんでそういう風に気楽に考える、これがガズレレ必須コードです。ガズレレ必須コードわからない方ここをクリック、クジ、これはマスターしてください、ガズレレ必須コードね。じゃあこんな感じで、かっこいいバージョン煙突町のプペルイントロまで
イントロまで違う、イントロもやりますんでね、じゃあ聞いてください。ワン、ツー、スリー。三拍子のバージョン、かっこいいバージョンでちょっとやってみました。どうでした？タン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 。この三拍子の感じはなかなかね、多くはないんですけど、たまに三拍子の曲って出てきますんで、このリズムの感じ、チャン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 、今もちょっとあれ、意識してみたんですけど、一拍目のね、ちょっとアクセントをつけると結構リズム取りやすい。大げさに言うとこういう感じです。そのダダダダダダだとずーっといっちゃって、なんとなく引っかかりがないような感じがするんで、タン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 ってちょっとアクセントをつけてあげると、あのリズムがこう生きてくるような感じがしますね。あとあのちょっと慣れてきたらこういうのもいいと思いますよ。ハロウィンの夜にジャン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 ジャカジャン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 ジャカジャン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 ジャカジャン。ジャカジャンはあのなんていうのかな、決まりきったところじゃなくて、あの盛り上げたいところでジャカジャカジャカとか入れたりとか、そういうこともあの、混ぜ込んでいけるようになるとまた面白くなるかなっていうところもありますけど、まずねやっぱちょっと歌い回しと右手のこの 三拍子の感じがちょっとなかなかがっちりシンクロさせるのが最初慣れないと三拍子難しいかもしれないですけどね、やってみました。もちろんあの曲聴いてもらって分かるように、あの本当の曲はね最後でキーが転調して上がってるんですけど、もう簡単バージョンなんでもうそのままのキーで、繰り返しておりますからね。はい、どうでしょうかね、三拍子の曲、いい三拍子のリズムトレーニングの、まあ、練習になるのかなという感じもしますし、まあ、あのこの絵本が、好きな方はぜひご家族みんなで簡単コードでやってみてください。さっきの簡単コードでみんなでわーわー歌うのでもう十分だと思いますけれどもね。はい、煙突町のプペルのテーマソング、キングコング西野さんが作られた曲でやってみましたよ。はい、簡単バージョンでした。はい、ホームページご覧ください。あちこち、皆さん YouTube を見ている方と盛り上がりたいなと思って、あちこちごちゃごちゃ動き回っておりますんで、ぜひお会いできる方はお会いしてワイワイやりましょう。はい、ホームページぜひご覧ください。それでは今回のガズレレレッスンはこれで終わろうと思います。さようなら、バイバイ、またね。ドッキー